ガンバ大阪、三浦玄太。大事にしている言葉。基本的にはまあもちろん自分の好きなことですし、サッカー頑張ってましたけど、まあ具体的にその将来先のことを考えたりっていうのはやっぱ 1,2 年目はあんまり考えてなかったんで、先のことを考えるようになってよりこと言葉が大事だなと思うようになりましたし、もちろん目標のために今後のためにって頑張ることもそうですけど、そのためにもやっぱり一日一日の練習だったり、その日の試合だったり、どんなちっちゃなことでもそうですけど、一瞬にしちゃってその一個一個のトレーニングだったりっていうのをなんか自分の中で工夫して真剣にやることが大事かなと思いますし、結局やっぱり今を真剣にというか、今を頑張ることが今後につながっていく一番の近道だとは思うんで、今を真剣に。次回はヴィッセル神戸、渡辺博文です。ぜひ見てください。